ベガルタチャンネルレディオ。皆さんこんにちは。ベガルタチャンネルレディオナビゲーターの及川明弘です。こちらはベガルタ仙台の選手のインタビューやクラブの情報をラジオ形式で配信していくオフィシャルの音声コンテンツです。さて今回は6月11日に行われましたジュビロ磐田との試合についてお伝えしていきます。それでは始めていきましょう。最後までよろしくお願いします。ベガルタチャンネルレディオ。さてそれではまず先日のホームゲームを振り返りましょう。2023明治安田生命 J2 リーグ第20節ベガルタ仙台対ジュビロ磐田の試合、午後1時6分からユアテックスタジアム仙台で行われました。前節はアウェーの東京ヴェルディとの試合に2対0の勝利、それから中2日で行われました天皇杯2回戦の藤枝舞 FC 戦も1対0で勝利と、公式戦の負けなしが続いている仙台、この試合も勝ってさらに順位を上げたいところです。対する磐田はこの試合まで仙台とチーム成績勝ち点が同じで、得失点差で仙台の一つ上の順位という立ち位置、こちらも勝って差をつけたい、そんな一戦となりました。仙台のスタメンは前節東京ヴェルディ戦から2人を変更、特に中山選手は6試合ぶりのスタメン復帰となりました。試合は序盤いきなり動きます。開始1分過ぎで磐田が得たフリーキック、ゴールキーパー林選手の目の前で降っていた雨の影響でバウンドが変化し、ボールをキャッチしきれず弾いたところを押し込まれて失点。すぐ切り替えて進めたかったその6分後には、逆に相手の左からのクロスをクリアしきれずにそのまま入ってしまって2失点目、早い段階で苦しくなります。しかしその6分後、左サイドに張っていた中島選手にボールが渡ると、相手をかわし右足でゴールに向かうような鋭いクロス、これに中央付近で反応した豪家選手が足で少しだけ当てる形で勢いをつけると、コースが変わったボールがゴール右隅へ、これが決まって1点差となります。さあここからさらに攻め込みたいという仙台でしたが、この日は中盤でのセカンドボールがうまく回収できない場面が多く、二次攻撃がなかなか仕掛けられません。磐田もボールへの寄せが早く、奪って縦にすぐ展開という形で攻め込まれるシーンもありました。1対2のまま後半に入ると、今度はある程度落ち着いたところで磐田が少し引き気味に守備のブロックを組み、仙台はなかなかそれを効果的に崩せず、前線へつなぐことができない場面が多く出てしまいます。ゴール前に迫る決定的な場面をそれほど多く作れないでいると、逆に後半31分、前がかりになっていた仙台のミスをつく形で磐田にカウンター気味に攻め込まれ失点、再び2点差とされてしまいます。このままでは終われない仙台は、途中交代のフレッシュな選手を中心に相手ゴールまで迫っていきますと、後半45分、前線に送られたボールをホヨンジュン選手がヘディングでペナルティーエリアのすぐ前、中央付近から右に落とすと、走り込んでいたホギーニョ選手に渡り、そのままゴール前へ抜け出します。そのコントロールしたボールがさらに中央付近に流れたところに絡んでいったのは遠藤選手、相手ディフェンダーに体をぶつけながら左足でゴール左隅に突き刺し、チーム2点目、土壇場での途中出場の3人による活躍で1点差にまた詰め寄ります。残りはアディショナルタイム、勝ち点を狙って直接フリーキックで得点かというチャンスもありましたが、残念ながら決めることができず、このまま試合終了。仙台としてはおよそ1ヶ月ぶりの黒星となり、3連勝ならずという結果で終わりました。それでは試合後の選手のインタビューを聞いていただきましょう。まずはこの日右サイドバックで途中出場、2点目に絡む活躍を見せました背番号35番、ミッドフィルダーホギーニョ選手です。ホギーニョ選手にお話を伺いいたします。試合お疲れ様でした。ありがとうございます。残念な敗戦となりましたけれども、まずは振り返ってみていかがでしたでしょうか。Um jogo difícil, né? A equipe do Júbilo tem qualidade também. Acredito que vai ser uma equipe que vai brigar pelo acesso para subir.
非常に、クオリティのある、ジュビロを相手にしましたけれども、まあ、あの非常にいいチーム で、まあ、おそらくこれから昇格争いする、非常にレベルの高いチームだなと思いました。Mesmo assim, a gente teve força para buscar os dois gols, ainda quase igualamos o jogo, e a gente tem que aprender com esses erros aí para seguir melhor no campeonato.そういった中でもね、しっかり自分たちはしっかりと2点を決めることができて、でもう少しで追いつくことができたところまで行きましたけれども、まあ、最終的にはそういった結果に至らずに苦しんでしまいました。あの今日は、右サイドバックという立ち位置での途中出場、今季何度かはあったと思うんですけれども、そういった形でいろいろなところで荻野選手今シーズン起用されることが多いですけれども、今日はどういった気持ちで臨みましたか？Qual seria o sentimento que você jogou hoje ali naquela posição?Realmente para mim é uma posição diferente que eu não estou muito acostumado, né? Mas dentro das circunstâncias do jogo ali o professor optou por mim e eu entrei ali seguindo as ordens táticas que ele pediu e tentei fazer o meu melhor.あの自分としてはもちろん、まあ、右サイドバックというポジション慣れてないポジションですけれども、まあ、あのしっかりと、ね、監督が信頼をしてくれて、そこで自分を使ってくれたので、まあ、あの自分にできることはすべて、やったつもりですし、まあ、あのしっかりと彼の戦術をもとに自分に何ができるのかということを考えながらプレーさせてもらいました。監督からはどのように言われて今日は出場しましたか？Geralmente na parte defensiva era para fechar a linha de 4 e quando nós tivéssemos a bola era para espetar como ala para fazer a saída de 3 e ficar espetado lá em cima como direito.本当にあの、まあ、4バックのラインだったので、あのしっかりと戻るところはしっかり戻って、2ラインのブロックをしっかりと牽制する ところで、あの自分たちがボールを取ってから、その切り替えで、しっかりとスペースに飛び出してほしいという、指示だったので、まあ、あのしっかりと、そこはやれたと思います。最後ゴール前まで走り込んで2点目にも絡む活躍でしたけれども、あのシーンはいかがでしたでしょうか？デジカさん、você conseguiu dar tipo como se fosse uma assistência ali naquele segundo gol que a gente conseguiu executar ali, foi uma saída sua, né? Você conseguiu sair?Sim, sim, assistência. Eu vi que o Myung-ju talvez ele ganhasse aquela bola como ganhou. E eu vi aquele espaço, eu ataquei o espaço e pude ser feliz ali, tocar pro Yasu fazer o gol.まあ、あのボールに関してしっかりと、ね、40が、ねまあ、いい形で拾ってくれて、自分はスペースに抜けたところで、まあ、中に折り返したところだったので、あの非常に自分たちのイメージ通りの、プレーだったと思います。Sim, é importante, né? como ele disse, né? Eu tenho atuado em mais de algumas posições, mas eu estou sempre pronto para precisar de mim, seja de volante, seja de extrema direita, seja de lateral direito. Eu estou pronto e espero ajudar na sequência o time também em qualquer posição.あのまあ、先ほどもあったんですけれども、あの自分はいろんなポジションでプレーさせてもらって、であの、まあ、一番に今何が重要かというと、やっぱりチームのために一生懸命全力で貢献することだと思います。まあ、あのしっかりと、まあ 次こそ勝てるように、あの、まあ、どのポジションで出たとしても、まあ、あの自分にできること、チームにできることをそれぞれが全力でやっていけば、また、自然といい形が生まれるんじゃないかなと僕は信じています。はい、荻野選手のような本当どこのポジションで出ても、あのすごいレベルの高いプレーを見せてくれるという存在は本当に大きいんで、ぜひ引き続き頑張っていただきたいと思います。Obrigado, né? Infelizmente hoje a gente não conseguiu o resultado, mas a gente tem que manter a cabeça erguida, seguir focado no nosso objetivo. Eu fico feliz pelo agradecimento dele e eu vou seguir trabalhando muito forte para ajudar o Vegalta.良い言葉を、ありがとうございます。もう本当にあの自分にできることをこれからもやり続けますし、皆さんの、ね、サポートをベガルダのために、一生懸命自分たちが、何があっても常に戦うというスタンスを見せていきたいと思います。次の試合からまた連勝回答を期待しています。A gente conseguir vitórias consecutivas novamente a partir do próximo jogo. A gente vai trabalhar muito forte para isso. そのためにはハードワークですね。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて後半17分にピッチに立ちますと、前線で起点となるプレーを見せ、チームの2点目を見事に演出してくれました。背番号88番フォワードホヨンジュン選手です。ホヨンジュン選手にお話を伺いいたします。試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずは今日の試合は、ちょっと残念な結果になってしまいましたけれども、ご自身振り返ってみていかがでしたでしょうか？뭐일단뭐준비한대로열심히하긴했는데아이쇼겜에가맞다는데스도뭐결과적으로안좋게나와서되게좀개인적으로좀실망을하고있다고아결과되나갔다는데すごく残念です。자途中から出場して今日は2点目の起点になるようなプレーありました。非常にこう高い打点のヘディングがそれにつながったかなと思ったんですけれども、いかがでしたでしょうか？뭐일단그런볼들자체는제가좋아하는볼이기때문에뭐아이따볼은네僕戦うのも好きですし뭐수비와경합하는거워낙좋아하는선수이기때문에뭐수비とねあのバチバチやり合うの好きな選手ではあるので、뭐언제든지그런볼이오기를기다리고있었다고뭐いつでも来てもいいように準備はしてました。
最近ホ・ヨンジュン選手はプレー時間も長くなってきてて、ご自身としてもコンディションがすごく良くなってきてるんじゃないかなというふうにも思って見てましたけれども、いかがですか。일단일본축구를이제적응하려고많이노력을했고일본의サッカーになるためにすごく努力しましたし네뭐그런부분에서이제감독님코치님들이좀좋게봐주셔서감독코치님도네이ところをしっかり見せて조금씩출전시간을늘리고있는데ちょっとずつ出場時間も長くなってきて뭐앞으로도팀의승리를기여할수있도록열심히준비하겠다もっともっと勝利にね貢献できるように頑張っていきたいと思ってます。まあそうなってきますとあとはやっぱりゴールというところですよね。일단뭐골을넣고당연히공격수라면골로이제증명을해야되는데오펜스なのでねやっぱりゴールでね証明しなきゃいけないと思うんですけども일단뭐골보다도우리팀이이기고승격하는거에중점을뒀기때문에ゴール決めることも大事なんですけどもチームが勝つこともう昇格することがすごく大事だと思ってるので그런부분이뭐잘된다고하면은저역시도좋은찬스가나지않을까싶어요そういったことを意識してれば僕にもねチャンスが巡ってくるんじゃないかなというふうに思ってます。ホ・ヨンジュン選手 の, その熱いプレーというところを得点にもう結びつくだろうというふうにサポーター期待している方本当多いと思いますのでもう次こそぜひ得点シーン見せていただきたいなと思います。で、もう一旦、다음경기도準備잘해서、もう、비록오늘졌지만、今日はね、ちょっとね、負けてしまいましたけども、次の試合に向けてね、しっかり準備して、もう、꼭、もう、팬분들앞에서승리할수있도록準備잘하겠다。ファンサポーターの皆さんに、ね、勝利を届けられるように全力で頑張りたいと思います。最後このホームユアテックスタジアム仙台で今日1万人以上集まりましたサポーターに向けてメッセージいただけますか。뭐일단팀이지금좋은흐름에서첫이제패배를했는데チームが、ね、いい流れできてた中で、ね、今日負けてしまったんですけれども팀이이겼을때나졌을때나뭐항상뭐똑같이응원해주시는마음에감사하다勝っても負けても、ね、熱く応援してくれているサポーターの皆様に本当に感謝しています。もう、ちょっと많은승리를안겨드려서기쁨을같이나눴으면좋겠다고。で、いい試合をしてね、いい姿を見せて、一緒に喜べたらなというふうに思います。6月は初ゴール、そして連続得点期待してますので、頑張ってください。4승に期待をしてます。感謝。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回最後はこちらも終盤に途中出場。同点さらに逆転を狙う最後のピースとして送り込まれたチームの大黒柱的存在背番号10番ミッドフィルダーリャン選手です。リャン選手にお話を伺いいたします。試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。なかなかちょっと今日は難しい試合だったかなというふうに思って見てたんですけれども、リャン選手の立ち位置からして今日の試合いかがでしたでしょうか。やっぱり前半の入りのところで、2失点、してしまったところ、ここが本当に今日の試合をすごく難しくした部分だったので、本当に前半の入り、今日はそこに尽きるかなと思います、やっぱりそのかなり調子よく、ここまで、最近来ていたこのチームでしたけどもどうしてもやっぱりその前半のあれだけ早い時間で2失点となるとどうしても難しいですよね。そうですね、時間あるといってもやっぱりそこから3点ひっくり返すというのは簡単なことで、ではないですし、やっぱりバランスが早い時間に崩れる、そういう部分にもつながると思うんで、もったいなかったですね、今日の試合というのは忘れないように、やっぱり自分たちが入りああいう入り方してしまうとやっぱり勝ちを落としてしまう、もうこういう試合はやってはいけないと思いますし、やってる選手が本当にそこはもう反省していると思うんで、次はないように、やっていきたいなというふうに思います。展開的にも結構その中盤から前で、結構取られて、そこからカウンターを受けるというふうなことが割と多いかなというところ、ちょっとそこでうまくつなぐこともできなかったなというのも、少し焦りもあったのかなというふうにも思って見てましたが。そうですね、ジュビロさんもすごく強度の高い守備をしてきたと思いますし、やっぱりそこでボールを前に運べるか失うかでやっぱり全く別の展開になってしまうので、まだまだそこはチームとして足りないと、というところだと思いますし、もっともっとこうやらなきゃいけないことがたくさんあるなというふうに感じました。逆に言うと、本当勝ちも続いてましたけれども、ここでまた一旦引き締めてここからというふうな一つのきっかけになりますかね。そうなるようにやっていかなきゃいけないですし、ずるずるいくわけにはいかないんで、しっかり切り替えてやっていきます。今日もたくさん集まりましたサポーターの皆さんに今後に向けてのメッセージをお願いします。そうですね、本当にいつも我々選手を後押してくれて感謝してますし、
まあ、だからこそホームで勝ちたかったというところであるんですけど、まあ、選手は仕切り直してまた次の試合勝てるように頑張っていきたいと思います。期待しますね。はい、頑張ります。ありがとうございました。雨が降り続く中で多くのサポーターが来場し試合のボルテージを上げてくれたというところで結果を残すことができなかった悔しさはどの選手からも感じ取ってもらえると思います。だからこそこの悔しさがさらなる強いチームになるための糧になると信じて引き続きまた次以降も応援していただければと思います。この敗戦をバネにまた一緒に戦っていきましょう。よろしくお願いします。ということでここまで6月11日に行われましたジュビロ磐田との試合についてお伝えいたしました。ベガルタチャンネルレディオ。さて今回は聞いてみていかがでしたでしょうか。皆さんの聞いての感想は SNS での発信やこちらのコメント欄などにお待ちしています。さてここでベガルタ仙台からのお知らせです。2023明治安田生命 J2 リーグ次の試合は第21節6月18日日曜日ベガルタ仙台対レノファ山口 FC の試合維新未来風スタジアムで午後2時キックオフです。そして次のホームゲームは第22節6月25日日曜日ベガルタ仙台対徳島ボルティスとの試合ユアテックスタジアム仙台で夜6時キックオフです。この試合はベガルタレディースフェスタベガチア20周年企画と題してイベントを開催。ベガルタチアリーダーズが今年結成20周年を迎えるということでそれを記念してチアメンバーが考えたグルメやグッズを販売いたします。また磐田戦でも今年の応援アンバサダーが来場いたしましたがさらに新たな応援アンバサダーもこの日発表いたします。ご注目ください。その他にもお楽しみが盛りだくさんのユアテックスタジアム仙台で次回も皆様のお越しをお待ちしています。ということでベガルタチャンネルレディオここまでの相手ナビゲーターの及川明宏でした。ではまた次回お会いいたしましょう。